おはようございます。ミッキーファームです。今日は2021年の5月の15日です。今からメロンとウリを植えていこうと思います。はい、それではまずこれ大玉メロンですね。大玉メロン、これをだからね、結構いろんな種類を今回もらったんで、全部種類が違うんです。次ね、ほんで、まあ、株と株の間75センチです。で、次はタイガーメロン。これね、なんか写真を見たんですけど、ちょっとあのスイカみたいな感じですね。スイカによく似たメロンです。アボシメロン、これまあアボシなんで姫路のアボシだと思うんですけど、まあ、そこのポテーションになるんですかね。地元、まあうちの方もこれ地元に近いんで、まあほぼ地元のメロンみたいなんで、まあこれがどんなメロンなのかちょっと楽しみです。で、次、はい、次はね、これマクワウリ、マクワウリってこれもなんかメロン、まあウリなんで、まあ、メロンも同じ種類なんですけど、なんかマクワウリ、ウリなんですけど、なんかメロン、多分どちらかといえばメロンみたいな、そのちょっと甘いのかなと思ってます。僕もちょっと食べたことがマクワウリはないので、まあこれもどんなものなのか楽しみですね。で、最後にこれはね、アウリ。これはあのどちらかといえば、まあ、漬物とかそういう風にして食べる、まあ、野菜系になるんですかね。のウリ、あ、これよく見たら2本出てるな。どうしよう、これ2本売るか。今割ってしもたな。まあ、実験、こうやってくっつけて苗をくっつけて植えたらどんな感じになるのかも、ちょっとまあこれも試しにこのまま植えてみましょう。まあ途中でちょっとどちらかに残した方がええような感じになれば、その時はその時でちょっと考えましょう。はい、完成です。はい、完成しました。そしたらこれからまた成長の過程を報告していきたいと思います。今日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方お願いします。
ツイッター、インスタグラムもやってますんで、フォローの方お願いします。それでは、いってらっしゃい。